本日が余命1週間と言われたピンポンの2ヶ月記念日なんですけれども、現状はね、どうなったのか、ぜひですね、お見せしたいと思いまして、今日撮影してから、編集して、あとはね、過去の可愛らしい生き物たちも、カットしてですね、切り抜いて、今回は貼っつけましたので、あれ？ピンポンの周りにみんな集まっているけど、どうしたの？マロウ。マロウどうした？うん。Hey! そうなんだよ。そう。ピンポン今日2ヶ月記念日なんだよね。おめでとう。こうやって手乗りまでしてくれる可愛らしいピンポン。最近はね、ヒゲさんに代わってパンダさんなんだよね。ピンポンはパンダさん大好きで、でなんでかっていうと、これ見てください。赤虫ね、これパンダさん食べてるんじゃなくて、この赤虫の周りのゴミを食べてるんですよ。それでこのゴミを食べてあげて、綺麗になった赤虫をピンポンにあげてるの。だからピンポンずっと大好きで、こうやってさ、パンダさんが赤虫を一つの場所にこうまとめてくれるんですよね。でそこにピンポンがガバッと行くわけですよ。もうパンダさんが大好きすぎてこんな感じピンポンにね、いろいろ見せたら、ピンポンが喜んだ、そんな生き物たち、可愛らしい生き物たちをちょっとね切り抜いてきたので、どうぞ。はい、お手お手指につられて浮上してしまうピンポン。そう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 、うまいうまいうまい。そう、6本の手を上手に使って様になってるね。いいよいいよ、何狙ってんのか分かんないけどいいよピンポンピンポン、喜びすぎて喜びすぎて。これ使い方わかるかな。いや、そんな頭かしげなくても大丈夫、わかりやすく教えるからね。すっごいわかりやすくいくよ。まずここのカメラのボタンをポチッと押すだけ。ちょっとごめん、そんなに踏ん張ると地になりますよ。ちょっとピンポンと相撲で勝負してみたんだけど、さすがに負けないからね。ほら、おっと、強いの。よく寝るなー夏。テディも結構寝るけど、夏は全然起きないからね。夜はカタ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 すごいけど、起きない、もう本当に起きない。おいおい、起きろ起きろー。ごめんごめん、ごめんごめん。やっぱわかる、かわいいよね、撫でたくなっちゃうよね。そりゃそうだよね。あ、行っちゃった待ってよ待ってよって感じでね。